椎名一恵は、茨城県在住の北進一刀流の伝道者。北進一刀流、第七代宗家。部後は、聖だね。自家進化下流剣術師範。日本伝統文化保存会会長。県道場床工事、部加工社代表。茨城県龍ヶ崎市に生まれる。大学卒業後、剣道修行31歳。公立中学の数学教員。 52歳退職。同年、道場床工事、武床工社を創立。県道場床工事の専門家として、日本並びに、海外にて、道場建設を行う。県道場床工事の専門家。2013年6月、北進一刀流総家継承。世界各地で、剣術等の指導を行う。中学に入り剣道を始める。最初に指示したのは、 元陸軍隊員、武田治英教師。後に、北新一刀流、第六大師範、矢島三郎教師の指導を受ける。剣道は、同級生の中で一番下手であったが、恩師の、大器晩成という言葉があるとの励ましで、挫折を乗り越えて今日まで、剣の修行をしている。文部の名門、茨城県立流ヶ崎第一高等学校に、進学し、 剣道部首相を務め、インターハイに出場。芝浦工業大学へ進学し、剣道部で佐藤博信藩士に出会い、人間的技術的な影響を受け、以後、亡くなるまで42年間支持した。25歳、全日本中央講習会で小川中太郎藩士と出会い、精神的な影響を受け支縮する。小川藩士の主催する人間全教団、講道会で、全と、 三市内の修行を始める。三十歳、日本農業事専大学校で、自家新加瀬流、第十五世、山田次郎吉の啓子、加藤勘地の愛弟子、堺翔平から直進新加流、法廷の指導を受ける。以後、法廷を根幹に剣道を修行。三十一歳、月名手として有名であった、高堂議会、青木秀夫教師に引き合わされ、市内作り、振り棒鍛錬法。 身体基礎動作、基本な突法等を受ける。35歳、矢島三郎教師より、北進一刀流、切り返しの伝授を受ける。それを機に、北進一刀流組たち、核の指導が始まる。同年、大根一郎藩士から、体当たり受けを伝授される。恩師たちが他界すると、他の武術の名人を研究するようになった。九道無影新月流。 第二大詐欺や赤月に入門したのも、この時期。53歳で教員を辞職、雑誌剣道日本に連載開始するとともに、国内、外で武道講習を開始する。2013年11月、北進一東流宗家継承式が行われ、千葉家から、お玉ヶ池、玄武館に安置してあった妙見大菩薩、宗伝の守り刀、大岡妙剣丸を受け継いだ。 2017年11月、感じるとこあって、剣道7段を返上。全日本剣道連盟から離れる。総本部道場、美琴星角関東本部道場、北新館北米本部道場、龍が峰道場四国本部道場、宝言ぶ機関。ありがとうございます。